はい、そういったわけでございまして、趣味、特技、納税。といったわけでね、今回は、おいしい焼肉、調理の仕方、教えていきたいと思います。まずですね、肉を焼きまして、そして、椎茸、さらには、ニラ、こちらをぶっ込みました。出汁がよく出て、キノコの椎茸の。なぜこういうメニューにしたかというと、椎茸、特売やってまして、100円。といったわけでね、こんな感じにしてみました。味付けの方は、塩コショウ、醤油少々、そして、焼肉のタレ、そして少し煮込む、そして盛り付けをしてからの、追い焼肉のタレ。といったわけでね、まあ、ニラと焼肉、合います。レバーだけじゃないです。合うんです、奥さん。そしてサイドメニューとしましては、豆腐、野菜ジュース、そしておすすめの、大津ミトナット、こちら2パック入り、おすすめですよ奥さん。といったわけでね、美味しい焼肉の作り方、ご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録お忘れなく。